消防士系。その時消防士目指してたんで、辞めるんやったら今辞めて一回と勝負したいなと思ったんで。これで決定。引き締ボクサー。引き締ボクサー岩崎圭介。まあそこまで気にしなくてもいい相手なのかなっていうのは、まあまあまあ上位ランカーなんで、まあ余裕とは言えないんですけど、まあ全然勝てるんじゃないかなとは思います。やるからにはまあ KO で勝ちます。三重の中村三兄弟長兄中村優斗、スーパーフライ級日本ランカー対決。スーパーフライ級8回戦で対戦相手は中村君です。KO したかいな。11勝 8KO 強敵ですよ。強敵です。はい、大丈夫ですか？はい、一番最後にやり始めた真ん中がアンダージュニアっていう大会で優勝、その次に一番下の弟がまだ優勝してみたいな感じで、まあ、ユースタイトルを取ったりは。元ユースチャンピオンで気は抜けないですけど楽しみです。中盤ぐらいにいけるかなっていうのはあります。体力と機動力で圧倒して倒したいですね。僕結構もらうんですけど、まあ、その分相手にも殴るみたいな、まあ、言ったら殴り合いみたいな感じになると思うんで、自分はこの期間、ものすごく強くなってるのでしっかり準備してきてもらっていい試合をしましょう。まあ俺のパンチ強くて序盤で倒れたいと思うけど、中盤まで耐えてしっかり倒れてくれたらいいから。この戦いの勝者がタイトルマッチへの道を切り開く。第8試合スーパーフライ級8回戦、岩崎圭介 VS 中村優斗。